ドミシはるか、まほ、私たちはジェゴでーす。はい、ということで、はいはい、ここに琴音がいないということはドッキリを仕掛けたいと思います。うおー、ドッキリのタイトルは目隠しダンス、実は目隠ししてないドッキリ。イエーイ、これやられたらきついよ、本当に。はい、で今あの琴音はコンビニに行ってるので、はいはい、私たち普通に目隠しダンスを踊ろうっていう体だったんですけど、そうですね、普通にドッキリを仕掛けてきます。はい、ただ目隠し取って踊るだけじゃつまんないので、はい、4つミッションを持ってきました。おー、何ですか何ですか。1つ目は琴音のお尻を触る。うん、触る。OK、どっちかが触る。OK、どっちかが触る。OK、で2個目は、はい、自撮りをする。あ、こうね、いけるか踊りながら。いける。3つ目は事前に録音しといた音声をバレずに流す。あー、いる風にね。だから例えばやばいっていうのを録音しといて、それをパンと押してそれにバレずに踊り切るかっていう。結構きつくないですか今回のミッションは。いや、大丈夫、うん、一番最後に、はい、うちらが消える。この部屋から出ていくって、ね、この部屋から出ていく。とりあえず、はい、あの音声を録音していきましょう。はい、今回あのビスパの曲を使うんですけど、はい、はるか的には1個笑い声を入れた方がいいと思う。オッケーオッケーオッケー。と、じゃあまずは笑い声いきたいと思います。結構うるさい、これ大丈夫かな。おー、でもリアルじゃないこれ。できるかな。あはは、待って、グッてやるの。あはは、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 大丈夫大丈夫、ダフンだ、大丈夫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 、ダフンだ、大丈夫大丈夫。ということで、はい、もうそろ帰ってくると思うので、はい、やっていきたいと思います。頑張ります。頑張るぞ。あー、つけていい？いいよ。
何何何何はい、ということで、はい、今回はなんか不審なことはありませんでした？なんかめっちゃ、うん、携帯から声が出てるそしてそしてあ、いなかった、2人がいなかった。ああ、そうそうそう。今回ね、何個かミッションをやってたんですよ。ミッション？うん。あのさっきからさっきしてる時もお腹鳴ってたハンバーグ食べたばっかだから紹介してんのよ。はいはい、怖いんだけど。4つのミッションをやってたんですよ。まず1個目は、はい、コドネのお尻を叩く。あ、叩いてたの？で、2個目、はい、マルカとマホが自撮りをする。自分でした。全然気づかなかった。うちが一生懸命踊ってるのにさ。1つ目は事前にあの録音した音声をバレずに流す。あのごめん、それに関しては結構バレてたよ。マジで？明らかに生の声とさ携帯の声が同時に来るからさ。で最後にいなくなるっていうのが次でした。最後マジ怖かったんだけど、いや言えて言えると思ってたからさ。普通に今は大成功ですね。総合的に見ると大成功です。大成功です。一番面白いのが、あそこで待機してる時、はるかのお腹が鳴っちゃったことでみたいな思いがあります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。また SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバイ。ラリラララ Yeah.